ボンジュー、皆さんこんばんは、マーキーです。はい、今日はですね、モントリオールにある猫カフェに、人生初猫カフェ行ってきたのでご紹介したいと思います。はい、猫カフェのね、存在はいろいろ知ってて、でもなかなか行く機会がなくて、でバンクーバーにも猫カフェがあるんですけど、ちょっとね、行くのにいろいろ予約を入れたりとか、なんかいろいろしなくちゃいけなくて、タイミングとかなかなか難しくて行けなかったんですけど、今回ですね、 YouTube 見てくださってる方の中でちょっとコメントをねくださった方がいて、でモントリオールに知り合いが猫カフェやってますよということで、その猫カフェに、行ってきました。はい、まあ電車に久しぶりに乗って行ったんですけど、その辺のね、まあ辺りっていうのはあんまり行ったことがなくて、でまあついでにちょっといろいろ歩いてみようと思って行ってきたんですけど、まあその方曰く、午前中に行くと猫が活発に元気なんだけど、午後からは昼寝をしちゃうみたいなので、もう本当に早く朝10時ぐらいかなに着いて、猫カフェに行きました。で面白かったのが、なんか靴を脱いで中を自由にこう座ってくださいっていう感じで、でなんか登録をするのかなとか、そういうの思ったんですけど、そうじゃなくて、ただ飲み物を頼んで、もう好きなところで座って猫と遊んでくださいっていう感じだったので、あ、だいぶ敷居が低いというか、簡単に行けるなっていう風な感じでした。でコロナのね影響があって、すごいやっぱり人が出ていないので、行った時も、お母さんと娘さんが家族というかで来てた人だけで、もう本当に 2組と、私とその人たちだけっていう感じだったんですけど、猫ちゃんは、大人になってる猫ちゃんが1匹か2匹で、あとはみんな子猫っていう感じでした。でもとにかくもう暴れたい盛りという感じで、結構ねタワーに登って行ったりだとか、椅子を後ろからこう飛び越えてきたりだとかね、すごい元気だったんですけど、まあ猫じゃらしをねちょっとでも振ったらこうバーッと来るみたいな感じでとても楽しかったです。でまあ最初は向こうも猫ちゃんたちも誰だよみたいな感じで距離をねすごい置いてるんですけど、まあそのうち慣れてくると、あ、このこいつは大丈夫だみたいな感じで結構近寄ってきてくれるというか、私自身が結構猫犬大好きで、猫犬をくっつける磁石を持ってるタイプなので、本当に結構いろんなね猫とか犬とかが寄ってくる方なので、今回もいろいろなんかもう、わー、気づいたら周りにみんないるみたいな感じで楽しかったんですけど、まあちょっと触るぐらいまではできるけど、抱っこさせてもらえるぐらいまでの仲良くはなれなかったので、もうちょっとねこうスキンシップをしっかりこうできるような感じになれたらいいなとは思いました。で一番ね最初に飼ったペットが猫だったので、もう猫の良さというか、もう本当にすごいいろいろこう見てきたんですけど、その後がずっと犬だったので、まあ本当に猫いいなって思いながら、でもなかなかねやっぱり猫を飼うっていう風になると、一生飼うっていうねやっぱり自信がないと飼えないので、まあ家の問題とかもあるし、まあ引っ越さなくちゃいけないってなった時に、結構ペット不可っていうね、もう今マンションが多いので、でそうなってくると、まあ飼えなくなっちゃうということは、もう家族なのでそれはできないんで、なんか本当にそのいいきっかけがこうつかめなくて、結構ずっと飼いたかったんですけど飼えなかったんですけど、まあ本当にちょっと触れ合って得ることができたりだとか、もうお茶を飲みながらそういうことができるっていうんで、とても楽しかったので、モントリオールに住んでる方はぜひ、行ってみてはいかがでしょうか。インフォメーションはねしっかりちょっと載せておきたいと思います。
はい、というわけで初めての猫カフェすごく楽しかったです。この動画がいいねと思ったらいいねを押してください。それとチャンネル登録もお願いいたします。はい、というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。マーキーでした。